なんだ、この光景は。ここは星の民の研究所。ああ、俺はまた夢を見ているのか。だが、この光景はどこか違和感があるようにも。天使長様、ここにいらっしゃったのですね。ベリアル。ああ、探させたか。とんでもない。今お時間をいただいても。天使長様にことづてがございまして。いかがなさいましたか、天使長様。先日も伝えたはずだが、その和法を用いる必要はない。情報伝達の遅延及び特に利点があるとは思えないためだ。もちろん覚えておりますとも。説明不足で申し訳ありません。確かに現時点で利点はないのですが、今後の天使の組織化におきましては。ベリアル。はいはい、わかったよルシフェル。まああれだ、この敬語は規律のアピールが目的でね。規律のアピール。近々天使を増産するんだろ。つまり続々と後輩が誕生するわけだが、星の民の中には獣に懐疑的なものもいる。そこで規律さ、動物とか魔物とは違いますよってね。ファーさんの信用にも関わる問題だ。なるほど。増産に伴い会議は反発に発展すると。前言を撤回する。その主張を認めよう。ご理解をいただけて光栄です。まあ私も天使長副官ですので、いろいろと。だが君はダメだ。おっと。私と君は同時期に作られている。能力も役割も本質的に見て上下はない。過剰な規律は立場の誤解も生むだろう。よって君が和法を変える必要性はない。オーケー、君がそう望むのなら。ああ、ではことづての内容を聞こう。あ、やばい、実は急いで研究所の居住区画に。はあ、友よ、ため息などついて何かあったのか。たった今設計ミスが分かってな。まさか俺の秘蔵物がことづてもできんとは。ごめんよ、ちょっと議論が弾んでね。獣の排気処理の効率化でも検討するか。俺の墓かい。効率化なんて釣れないこと言わず、鍋でコトコト煮込んでもらいたいね。排気処理は鍋でコトコト煮込むのか。まあシチューと一緒さ。だが時間がかかりすぎるのはうなずける。例えばコアの抽出を優先する方法は。リスキーだ。獣が苦痛で暴走する。お前は天使の組織化の剣を詰めろ。来いルシフェル。四大元素を司る天使の構造を固めた。わかった。自然界のランダム性も再現できそうか。お前の提案を採用する。能力及び情動を不統一にすることで元素の相互干渉も不特定となるはずだ。そうか、これはルシフェル様の天使長の力とともに、その記憶も
断片的に引き継いだのか。研究所のエントランス、先ほどより時を経ているようだが、揃ったか。天使長、四大天使および上位天使は招集済みです。ただ副官がまだ。急ぎ司教の天使に探させましょう。緊急招集なのに相変わらずね。すげえよな、あの所長の話を理解できるなんてよ。俺は一言目でチンプンカンプンだぜ。ウリエルは勉強不足の面もあるが、では副官は我が呼んでまいりましょう。その必要はない、彼は呼んでいないのだ。では本題を伝える。先頃最高評議会の承認をもって研究所の規模を拡大することになった。今後は進化の研究の他に新たなテーマを並行する形となり、研究所の体制は複雑化するだろう。そのためベリアルが所長補佐官に就任することが決まった。所長補佐官、ルシファー様の直接指揮官になると。そうだったのですか。彼はすでに補佐官として稼働中だ。実験施設を建造すると聞いているが、任務の詳細は私も知らされていない。また便宜上の話だが、進化に携わる天使と区別するため堕天使という呼称を用いるそうだ。実験施設に堕天使ですか。一体何を研究する予定なんですかね。安易に機密を尋ねるな。ですが副官の任務はどうなるのですか。ああ、その件は私に一任されている。ミカエル、君を次の天使長副官に任ずる。あ、拒否権は認める。だがどうだろう、引き受けてもらえるか。わらわを副官に。身に余る光栄ではありますが、なぜ。私の判断とベリアルの推薦だ。君が最も統率者の資質を有すると。副官の推薦、よかったわね、ミカちゃん。尊敬するお二人に認められるなんて。あとついでに俺も認めるぜ。ミカエルなら他の天使も納得するだろう。案ずることはない。何か手に余ることがあれば我も協力する。天使長、不肖このミカエル、副官の任を謹んで拝命させていただきます。感謝する。詳細は改めて説明する機会を設けよう。パチパチパチ、昇進おめでとう。今日はお赤飯ね。ああ、正直あまりのことで信じられぬな。だがガブリエル、なぜ赤飯なのか。あの刻意の星の民は。ルシファーの秘蔵物か。気に食わぬ目だ。わらわたちを癒やしんでおったぞ。何なんだあいつは。最近ちょこちょこ見かけるけどよ。確か所長の客と聞いているが、研究所の拡大の件でいろいろあるのだろう。では皆ご苦労だった。何かあれば追って通達する。堕天使、国威の来訪者、ルシファー、新たな研究、この一連の出来事が後に起こる惨状の予兆だったのか。ルシフェル様の表情もどこか憂いているように見えたが、この時点で未来を予感していたのか。
天使の聖少獣の反乱か。バカな、同胞たちを一掃だと。迂闊だった。星の民の戦力がここまでとは。だが今さらひるむわけにはいかない。あの方々の加勢は必ず来る。ルシファー様のためにも聖少獣の未来を切り開いてみせる。どうなっている。聞いていた話とまるで違っているぞ。まさかはめられた。堕天使に誘われたことも、反乱に加担する密約も。だがなぜだ。一体何の意味がある。熱くしよう。何がルシフェル様のためになるだ。奴の口車に乗せられてなんてこと。ベリアル！来い、俺が終わらせてやる。星の谷も空の谷も、この世界もむちゃくちゃにしてやる。貴様の愛するものを全てこの俺が粉々に破壊してやるぞ、ルシフェル！来てたのか、ルシフェル。お互い面倒なことになったものだな。堕天使も反乱に。ああ、だが計画性もない波状的な暴動だ。精神を侵す伝染病の類が有力だよ。君が育てたサンディに何か兆候は？わからない。わからない？完璧な君にしては珍しい街道だな。完璧ではないのだろう。うん？まあいいさ、後始末は俺がやる。意外も全て実験場で引き取るつもりだ。ファーさんの潔白を示すためにもね。生き残った造反者は最高評議会の主導で獣用の檻を設けて収監すると決まった。星の民が総出で急増するみたいだが、どうせ最後はファーさんを頼るだろう。彼らに獣を縛る知恵など浮かばないよ。わかった。ではまた改めて。サンディが生きてたら後で教えよ。わからない。サンダルフォンはなぜあの中庭で何を考えていたのか。時間が必要だ。ルシフェル様、悩んでいたんだ。あのお方も完璧な判断を求められる天使長として。なのに俺は。速やかに投降を。すでに抵抗は無意味だ。要は貴様を侮っていたようだ。造物師たるルシファーの首をはね、同胞たる堕天使も粛清するとはな。粛清のつもりはない。堕天使は君たちを除き、ルシファーの真の目的を知らなかった。
故に断罪の対象は3名。釈明の猶予を要求するか。なめるな。今さら星の民の権利など。わかった。ではこの場で済ませよう。天使長ルシフェル、あらゆる生物の頂点に立ちうる力、超えてやる。いつか必ず貴様を超えるほどの力を。ああ、落ちたか。天使長様、堕天使の対処はおおむね完了しました。引き続きウリエルが逃亡者の確保を、ラファエルがトガの詳細を調査中です。そして所長補佐官、彼のもとにはミカエルが向かいました。わかった。天使長様、顔色が悪いようですが、お怪我をなさったのでは。案ずることはない。では私は中庭に。私はルシファーの研究を封ずる。四大天使は引き続き対処の指揮を。現実か。空が知らんできているな。堕天使の誕生と終焉、夢は俺の危機意識に対する反応か、あるいは。おい、サンダル、なんだ、起きてたのか。寝顔に落書きするつもりだったのによ。得意点たち、朝の挨拶もせず、よほどの休養か。おはようございます。でも実は本当に休養なんですよ。お邪魔するよ。元気だったかい、サンダルフォン。相変わらず皮肉屋だな。おはよう。グランサイファーの生活はいかが。天使長の力は戻った。想像し、休養とは君らのことか。ああ、ミカエル様の伝令でね。文字通り飛んできたんだよ。あ、お茶をいただいてもいい？なんだか喉が渇いちゃったわ。うん。サンダルフォンには遠慮がねえな。天使長ってのは一応上司なんだろ。以前より絆が深まったんですよね。四大天使さんたちと協力することになって、会議とか情報交換もするようになって。絆？堕天使の暗躍は天使全体の問題だ。合理的に考えて協力は当然だろう。遠慮については知らん。敬語を使ってほしいのかい？その指示はもらってなかったな。でもちょっとくすぐったいわよね、あの中庭のサンちゃんに敬語なんて。別に要求する気はない。さっさとミカエルの言葉を伝えるんだ。ああ、実は堕天使の居場所が分かったんだよ。ミカエル様は敵上の偵察中よ。他の協力者の方々も直に合流するわ。そこでグランサイファーの皆さんにもぜひ火星に来てもらいたいと思ってるの。おいおいおい、相変わらずさらりと言ってるけど、本当にあいつらが見つかったのか。本当だとも。司教の天使は情報自体には無関心でね。でもここが正念場なのは分かってるよ。
さんたちはどこにいるんですか？パンデモニウムよ。あの区域のどこかに潜んでるみたい。そうか、打天使はパンデモニウムに。得意点、舵を切るように指示を頼む。今度こそ長き因縁に決着をつける。まだ起きないのかい、ファーさん。頑張って繋いだんだぜ。医者でもエンジニアでもないのにさ。何かご不満でも？必要なものは全て組み込んだはずだけど。お、バブさん、久々だね。カナン依頼になるか。計画はどうなっている？檻の獣はダメだった。天使長の力が継承されたことで世情もまた引き継がれててね。まあちょっと練り直すよ。週末は邪魔者を阻む戦力が必要だ。その猶予はない。四大天使が動いた。ほう。あの連中はルシフェルがいねば指揮系統が機能せぬと思ったが、まあいい。計画を発動するぞ。檻の獣に代わる駒は余が用意する。今？まだファーさんは目を覚ましてないぜ。2000年にわたる活動不能状態か。不滅の星の民とて前例がないな。だが覚醒せずとも計画に支障はない。終末の目的は神に対する反逆だ。まあそれはそうなんだけどね。貴様は四大天使に備えろ。要はパンデモニウムを再起動させるぞ。時代は変わる。神々が望もうと望むまいと。ファーさん、状況が変わったよ。世界が終わる風景、一緒に見るためにここまで来たんだぜ。頼むよ、俺のメシア。侵食が始まる。最後の光が絶えた時、そこに残るものは、私は主の御心を守らねばならない。主が作りたもうた世界とあらゆる被造物に光をもたらすために。次こそはサンダルフォンの顔に落書きしてやるぜ。打天使、いまいましい過去の亡霊め、奴らの目的は何だ？檻の頂に集まり何を仕掛ける？歯がゆいな。さっさと攻め込みたいところだが、あの不滅を滅ぼす力が厄介だ。己を抑えねば、二度とコーチには踊らされぬ。
やるねミカちゃん、女性に貫かれるのもいいものだ。ベリアル、なぜ同胞を操り反乱の先導など。答えろ。使えるものは違えど、あなたも天使だろう。俺は身も心も堕天使さ。神を落とすのが本当の任務でね。嘘だ。一体何があなたを変えた。別に何も変わってない。今も昔もファーさんのために動いてる。君たちこそ何をやってるんだ。ボスの首をはねて今後どうするつもり。まさか進化の観察を続ける。その研究者も報告義務もすでにないのに。話をそらすな。わらわたちは天使長の御心と共にある。何それ、ただの思考停止を堂々と。まあちょっとは自分の頭を使えよ。例えば俺が君を副官にさせた理由はわかるかい。何。様々な情報提供ありがとう。堕天使の地下活動は大変だったが、おかげさまでとても動きやすかったよ。ただ少々君の猛進の度が過ぎて心が痛んだ。まるで覚えたての芸を披露する子犬のように。邪魔。おいおい、消え失せろ。失態だな。敗北、挑発、偽装。今にして思えば全て逃亡の布石だった。わらわが追跡できる距離に身を置いたのも。だが今は後悔する時ではない。もはやあのお方には詫びることもかなわぬ。わらわにできるのは堕天使を討ち、空の世界の脅威を排すること。そしてルシフェル様のご意志役割を自然に還元することのみ。その後はただの命として生きる。こたびが天使として最後の戦となろう。奴らが動いた。この冥道はパンデモニウムそのものか。だがこの異変は、妙な力場と防壁ができている。この距離では分からぬな。もっと近づき情報を得ねば。なっ、バカな。貴様は堕天使の。ほう、早速メジャーピースを動かすとは。いいのかい。まだゲームは始まったばかりだぜ。茶番に牽制などいらぬ。貴様の番だ、さっさと打て。この方向は堕天使の手法ケルブ。あれがバブさんの揃えた駒ってわけか。だがアバターの材料だったはずだけど。虚無の力だ。無数のコアを宿すアバターはカナンの地にて滅ぼされたが、その残滓を我が身に取り込んだのだ。そして破損を免れた幾ばくかのコアを
自由に受肉させることが可能となった。虚無の力？自由に受肉させる？なるほど。つまり疑似的な召喚、バブさんのコアを媒介させたのか。だがアバターの贄となった獣の精神はあの果てなき破壊衝動に染まっている。故にわずかな個体を除き、その場で破壊を続ける他に自我はない。ふん、まあ戦力は戦力だ。贅沢を言える状況でもないさ。だがバブさんは平気なのかい？体に相当負荷がかかってるんだろう。貴様が世の心配だと？力の加減値でも探っているのか。興味だよ。破壊衝動というのはどんなものかとね。褒めてやる。かわせねば我はとて塵になっていたぞ。その力はアバターにまつわるものか。こたびも奴らの指示で動いておるのか。完全に自我が崩壊している。身も心も傀儡となりはいいだろう。堕天使といえども同胞には変わりない。せめて楽に終わらせてやる。安らかに滅びよ。後で貴様をもて遊んだ連中を、うん、再生だと。一瞬で傷がかき消えるとは。アバターの特性も備えていたか。こしゃくな。だが所詮は奴の副産物に過ぎぬはず。故にわらわもなすことは変わらぬ。何度でも叩き込んでやるぞ。今度は堕天使の先兵エグリゴリか。この異常な機動力は邪魔だ。離せ。はあ、させるか。貴様たちはにあったか。形勢逆転だ。天使と人間の連合として改めて堕天使殲滅の火蓋を切る。到着っと。この小島も一面銀世界だわ。あちこち見て回ったけれど、今度こそ見つかるといいわね。ああ、いい加減うんざりだぜ。このままだと風邪をひいちまう。あらあら大変。でもあなたの体は特別性なんでしょ。人工的に作った体で私たち天使よりも長い時を生きてるって。病気も一応進化してるのさ。いちいち体を更新するのも面倒でな。さ、また中心地を当たるぞ。つまりあなたの推測によると、その実験場はルシファーと関係がある。ああ、お前たちの知識と俺様の記憶、ただ正直はっきりとは覚えてね。というか
ちゃんと聞いてなかったぜ。2000年前、俺様の錬金術に興味を持ち、拉致上等で現れた連中のザレ事なんてよ。あなたも相当ね。実力行使で星の民を追い払うなんて。でも確かに新施設の噂は覚えてるわ。どこにあるのか、何を行っているのか、私たちには知る由もなかったのだけど。アバターは近畿の実験なんだろう。その機密の全貌を知ってんのはルシファー自身と例の二人組あたりか。そうね。打天使については私たちも調査中で。待って、このかすかな気配。カリオストロさん、あの窪地は？ん？なんだ？微妙に雪が少ねえが。お、こりゃ。おいおい、発想が秘密基地だぜ。道理で僻地なんかを選んだわけだ。深そうな縦穴。雪が積もって塞がっているけど、地下に実験場があるということね。まずは雪を溶かさないと。水の元素を熱湯に変えて。正常だな。他にも複数の通用口がありそうだぜ。この規模だと可能性は高いわね。最近まで打天使の根城だったのかも。変態打天使か。お前たちの調査ではどうなってる？奴はずっと空の世界にいたのか？そうね、断片的な情報による憶測だけれど、彼は天使の感知を逃れるためにずっと気配を消していたみたいなの。ん？気配ってのは消せるもんなのか？一時的にはね。でも長期間になると並大抵ではないわ。人間で例えると不眠かしら。その疲労と倦怠感を約2000年間常に気を張り続けている状態よ。話に聞いた通り狂ってやがる。能力云々よりも意志力が異常だぜ。その間ずっと天使長様、ルシフェル様を狙っていたみたい。でも実行の機会は訪れなかった。あの刻意の男が再び現れるまでは。そっちは星の民なんだろう。やっぱり研究者なのかよ。ううん、彼は星の民の統括的意思決定機関、最高評議会の一人よ。当時ルシファーの目付け役として研究所に派遣されてきたよね。最高評議会？いわゆる祭りごとを取る者たちね。ルシファーは星の民の社会にとっても理解できない特別な存在だったんだわ。でも結果的に言えば、刻意の男は裏でルシファーに協力を。何か利益があったのか、研究の内容に興味を持ったのか、そのあたりは分かっていないわ。ふん。異端児ってのはどこにでもいるもんだ。無駄に親近感を覚えるぜ。まあ要はクセ者連中が結託するほどルシファーの陰謀は魅力的だったわけだ。そうなるわね。その全貌が残っているといいのだけど。見て、カリオストロさん。ついたか。そこが執務室。
ケルブはわらわ一人で対処する。空の民はエグリゴリを頼むぞ。連中の行動原理は分からぬが、艦隊を抜けて島々に降り立てば過日の最悪以上の惨事となるだろう。はい、急いで連合の皆さんに伝えますね。合わせて陣形も整えよ。戦術的優位を確保せねば勝機はない。わかりました。では戦力を割いて包囲網を敷いて。すまぬ、未知の敵と不利な空戦。無茶を言っておるのは百も承知だが。ケルブが再び光線の力を貯めています。シェラ殿、小型艇は準備完了です。他の船に指示を飛ばせるでありますよ。なんだと。うふふ、迅速な対応ありがとうございます。わらわの杞憂だったか。さすがは団結を師とする各国の騎士たち。ではブーンを祈る。みんな怪我はないか。右翼のエグリゴリは食い止めたぞ。次はどうする。連中の行動は無軌道で読めん。合わせて動いては俺たちが不利だ。お二人ともお疲れ様です。実は艦隊で方位陣形を取ろうかと。軽眼です。この空戦は当初の予想を超える規模。了解であります。ただ問題なのは艦隊運動の際に必ず隙ができることでありますね。はい、敵が気づかない可能性もありますが。隙か。では俺がおとりになろう。小型艇で飛び回り連中を引きつける。おとり？本気で言ってるのでありますか？もちろん。その間にみんなは各船の護衛を頼めないか。恐縮ですが、その提案には賛同できかねます。おとりならば適度に被弾する姿を見せた方が相手を引きつけやすい。ノイシュ殿だ、確かに一理ある意見だが。では私も同行するであります。ハービンの俊敏性も必要であります。シャルロッテ殿までありがたいが、みんなを危険にさらすわけには。座席の広い小型艇があったぞ。定員は総出しを除いてちょうど4名だ。ちょうど4名って。ではすみませんが、皆さんにおとり役を依頼させていただきます。了解だ。では連合の艦隊に指示を頼む。みんな撃って出るぞ。ここは俺が逃がした。うまい天雷剣。雷鳴よ、答えよ。我が槍を受けてみよ。隙だらけであります。行くぞ。はぁ、ランキュー。この音、まだまだここからだ。相手に。この音、行くであります。逃れられると消えろ。タ、行くぞ。相手にならない。この勝利はアイルストのために。陽動できたでありますね。そのようですね。艦隊の様子はどうなっていますか？陣形の配置は遅れているだろう。低層特有の不安定な風になってきた。ああ、だが連合の面々が間に合えばきっと。
息災か、よろずやよ。今より我の力で追い風を吹かそう。ありがとうございます。ちょうど悪い気流に阻まれてまして。任せよ。風の元素と共にある時間も残りわずか。この戦に全力を持って臨む。ん？残りわずか？プリーズ。危ねえ、回線に遅刻するところだったぜ。プリエルさん。遅刻だ。すでに戦は始まっている。だと？ちょっと還元に時間がかかってよ。ミカエルの説明が雑なんだよな。まあいいか。協力に感謝するぜ、人間たち。はい。リュミエール聖騎士団の力、今こそお見せするであります。見えてきたか、パンデモニウム。まさか戻ってくることになるとはな。だが堕天使の墓標にはちょうどいい。ルシフェル様の願いを。おい、サンダルフォー、選手でずっと何を見てるんだ。別に何も。君に迷惑でもかけたか。またひねだるフォンだぜ。おいら文句とか言ってねえのによ。ひね。まあまあまあ、私たちお茶休憩のお誘いに来たんです。お茶休憩、ティータイムとはまた平和だな。次はいつになるか分かりませんので。サンダルフォンさんもいかがですか。結構だ、俺は必要ないよ。でもずっとピリピリですよね。決戦の前にちょっとほぐさないと。必要ない、俺に構わず和んでいるといい。でも戦闘中に喉が渇いたりとか。相変わらずだな。まあたまには素直に付き合えよ。こいつとルリアがお前を励ますために開いたんだぜ。本当か。君の舌が肥えたとは思えないが。諸君、軽食の準備は完了だ。君らと和む気はないとか言ってそう。母さん、マーさん、すみません、まだちょっと。ああ、やっぱりルリアを困らせるなんて最低だ。もっと真摯になってもらわないと。そうそう、確かにちょっと幼い面があるわよね。ああ、なるほどな。ずっと弟とか後輩の立場だったのか。でも今は2000歳の年長者だぜ。ちょっとずつ年上の勉強も頑張れよ。うんうん、頑張りましょう、お兄ちゃん。うるさい。だいたい君らに年上とされる筋合いは。ねえ、サンダルフォンはまだなの？また前のコーヒーが飲みたいんだけど。イオちゃんがお待ちかねよ。随分とこだわった一品みたいね。別にこだわってなどいない。前に振る舞ったのはただのコーヒー牛乳だ。何よ、コーヒーとコーヒー牛乳ってそんなに別物なの？君の年ではまだわからないか。あ、今なんか鼻で笑った。あらあら、うちのイオちゃんをいじめないでちょうだい。でもそうね、そこまで自信があるのなら苦味の深入りを入れてもらえる？ほう、俺を試す気か。君、多少は知っているようだな。なんだなんだ、意味わかんねえけど来るってことか。かわーい、ありがとうございます。わかった、ティータイムには出てやる。
だが君らに年上とされる筋合いはないぞ。ん？どういう意味だよそりゃ。あ、そういえば前に言ってましたよね、私のことを知ってるって。正確には君そのものというより聖少獣の力を取り込む触媒のことだ。創世神話における空に残った神と星を作った神、君らの潜在能力の本質はその神々の作為によるもの。つまり遥か太古に君らの存在の起源があるというわけだ。はあ、オイラたちが神々の作為？遥か太古に私たちのご機嫌？ま、無理に理解する必要もないが、その辺は司教の君らが詳しいのでは。僕たち？君らの役割は伝令だろう。機密情報について知る機会が多いはずだ。そういうのはあまりわからないのよね。必要がないと思い出せないというか、回転士はみんなちょっと楽天的というか。団長、こっちはなんか変わったことねえか。見張り台で進路の先に何か見えてよ。進路の先？赤い空が近づいてるのはわかるけど。そんじゃ老眼のせいか、黒い影が出たり消えたりって具合でよ。黒い影？気になるわね、この状況で偶然とは。あ、見て、オイゲンさんの言ってた黒い影。ルリア、何かあったのか。なんだありゃ、羽は生えてるぞサンダルフォン。天使には違いないが、気をつけろ、明らかに様子が変だ。この気配はダメだ。得意点、彼女と戦ってはダメだ。嘘でしょ、アバターとアズの気配が一緒に。おい、どうしたってんだ二人。アズさん、ハサマーさん、彼女というのは。甘い。その敵で最後です。次は2番艇の援護に向かいましょう。了解だ。空戦で何百もの有力士とは厄介だが、各騎士団の者たちも対応できてきたな。はい、どの騎士団も見事です。ラファエル殿の風で船同士の連携も。あの新たな打天使は。汝はまさか啓示の。だがその力は一体。ラファエル、アクション。意識を失っちまってる。ラファエル、もうて、危ねえ。あの大釜を振り回された。だがなんでこの仮面野郎まで不滅を滅する力を持ってやがる。不滅？なぜ不滅？なぜ生きている？なぜ僕はここにいる？なぜ？相変わらず強気で攻める。一呼吸も許さない戦術だね。当然だろう。世が求めるのは圧倒的支配だ。ただの勝利では足りぬ。二度と逆らわぬよう気力をくじき。確かに君が得た霊の力は天使にとって永遠の恐怖だ。なあ、そろそろ教えてもらえるかい？赤き地平で何があったんだ？世は彼の地に落ちた後、襲いかかる隔離世の者どもと戦っていた。
永遠とも思える時を、無限とも思える敵を。ほう、まさに地獄ってわけだ。あるいはな。だが地獄を重ねたことが転機となった。隔離世の者どもの思念もまた積み重なり、やがてその結晶こそルシフェルを葬った力、赤き地平の性質たる混沌そのもの。混沌？いつだったか聞いたことはある。理論上の物質ケイオスマター。だが星の民も赤き地平には疎い。その理論は事象の空白を埋める、いわば代数に近い仮定の存在だったぜ。だが実在する。不滅たる聖少女ルシフェルは死んだ。混沌は不滅という断りを侵食するのだ。うつしおの摂理を凌駕する。そしてわずかに自我が残る個体にケイオスマターの武器を与えたと。なるほどね。サンディたちの対策としてはぴったりだ。だが獣の力を求めて体を改造、そして虚無の力と混沌の力が。何がおかしい？バブさんも変わり者だと思ってね。俺の知る限り星の民というのは基本的に欲望とかエゴは持たない。だがなぜかたまに混ざってるんだ。偏り具合がやばい天才タイプの人種、異常に知を求めるファーさん、過剰に力を求めるバブさんとかね。煩わせるな。何が言いたい？興奮するよ。己の道を突き進む姿を見ていると。どうして君はアズなんだろう？その姿は一体いつもどこかにいるの？はっ！君らは下がっていろ。待って、彼女は僕たちと一緒で司教の天使なんだ。彼女の名前はアズラエル。双子の姉妹イスラフィルもいて、でも二人とも何があったのか。なんてこった。危ない、任せて。すごい速さ、多分四大天使も超えているわ。だがどうする、ここで様子見するわけにもいかねえだろう。ああ、この調子だと現地も心配だ。だがあの飛行速度を振り切ることなど。得意点、君たちは先に進んでもらえるか。ここは僕たちで何とかする。バカを言え、やつは二枚羽の力を優に超えている。あの黒き双剣も危険だ。不滅を滅する力と同質のものだろう。天使にとってはかつてない脅威だぞ。分かってるわ、でも可能性がないとは言えない。そりゃそうだけどよ、また会えるって約束できるか。もちろんだとも。ティータイムがまだ済んでないだろう。絶対ですよ、絶対絶対絶対に絶対に戻ってくるわ。皆さんはミカエル様たちのことを頼むわね。決意は変わりそうにねえか。無茶はするなよ二人とも。現地の状況次第で応援を向かわせる。ちくしょう、全速力で飛ばすぜ団長。くそ、ギリギリでかわせたが、このウリエル様と対マン勝負で互角に渡り合える打天使といえば。ウリエル、仮面野郎、お前の正体はサリエルだろ。何があったのか知らねえが、四大天使の俺を覚えてないのかよなあ。サリああ、サリエル、お前の名前だ。サリ、サリ、サリエル、サリエル、サリエル、ドド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 。これ、じあんまりだぜ。
こんなのあんまりすぎるだろう。お前ほどのやつが、あの最強の一角を誇った原初獣が。ルル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 。報告書は？ああ、ここの連中がまとめたもんだろう。要は赤き地平の所見だが、問題なのは実験云々よりもルシファーの発言を集めた箇所だ。正直に言って驚いたぜ。不特定要素の仮定が全て正解だった。どうした、なんか気になることでもあるのか？あ、ううん、でも本当にすごいものを見つけたわね。記録装置の整理に法則性があった。他にもいろいろと面白い情報も見つけたぜ。興味津々ね。赤き地平とは何か。神が世界を創造するより以前にそこに広がっていた次元である。いわば絵画におけるカンバスであり、世界は白地に絵の具を乗せたようなもの。赤き地平の性質は完全なる混沌。様々な次元の思念、概念、時間軸が無秩序に混在している状態といえる。一方で世界の性質は摂理である。神の作為たる断り、因果、物理法則はあらゆる事象に規則性を与えている。両者は相反する性質であり、より深層にある混沌は摂理を侵食する。混沌、摂理、侵食。この研究は真実なの？真実かどうか確かめる術はねえさ。だがその理屈で説明できる現象は多い。まあそこまではただの荒い論考だ。俺様たちに関わるのは次の項目だぜ。神に否定の意思を示す方法はカンバスに描いた絵の抹消、被造物たる世界を無に帰すこと。そのためには赤き地平にある混沌を用いることが適切である。写し世と隔離世の次元を隔てる境界、この力場を崩壊させることで混沌が噴出。境界の崩壊に必要であろう質量はすでにパンデモニウムに組み込んだ。残る問題点は神の塔だが、この対応には検討を重ねる必要がある。そこまで読めば OK だ。用紙のみとどめた内輪の議事録だが、まあ言いたいことは至ってシンプルさ。要は神に中指を突き立てるために被造物たる世界をぶっ潰す計画だ。その方法はパンデモニウムを使い、次元と次元の垣根である境界を崩壊、赤き地平の混沌ってヤバいもんを空の世界に撒き散らすつもりなんだよ。そうなるわね。ありがとう、おかげで落ち着いてきたわ。ルシファーの目的は終末。その計画に沿って打天使は動いたのね。軌道修正は多々あったんだろうけどな。そもそも発案者のルシファーが不在だ。今日まで時間がかかったものね。最後の神の塔というのはわかる？まだなんとも。そこはあまりに曖昧すぎてな。まあ収穫あった。他の天使たちの情報と統合するためにも俺様たちもパンデモニウムに急ごうぜ。わかったわ、今度は飛ばすわよ。うっかり私の腕を離さないようにね。ああ、なんか他に移動方法はないのかよ。まるで足場のない空中ブランコだぜ。あるけど秘密。
あなたの怖がる姿が可愛いもの。いい性格してやがる。でもなぜ、なぜ重要な資料が未だに残って。打天使が勢いづいているな。風が止んで正気と見たか。ラファエル殿の安否が気になるが、だがどのみちここで引いては二度と巻き返すことはできないだろう。耐えろ、今は我慢の時、好機は必ず巡ってくる。うおー、シェロ殿、大変であります。王位の一端が瓦解の危機であります。負傷者の治療も追いつかず、艦隊の連絡も滞っているでありますよ。わかりました。そうなるとさっきの指示をやめて、では兵団に小型艇を送ります。了解であります。包囲の瓦解は私が援護に参りますね。ありがとうございます。ですがあまり無理はせずに。シェロ殿、伏せるであります。お、なんという荒技。落下中に体をひねって一刀両断とは。団長さん、待たせたな。グランサイバーの到着だぜ。シェロさん、皆さん。ルリア、ひとまず落ち着こう。打天使の大軍に焦るのはわかるが。そうね、まさかすでに激戦になっているなんて。もちろんです。では手短に説明させていただきますと、サンダルフォン、ミカエルさんの状況がわかるの？ああ、超大型の打天使と戦っているな。俺は少々船を留守にする。君らは連合と共にエグリゴリを頼む。ああ、そりゃいいけどよ、ミカエルさんの援護に向かう気か？援護など俺がケルブを滅ぼせばいい。おいおい、随分と自信たっぷりだが、四大天使が苦戦する打天使なんだろう？四大天使はな。ふん、浅かったか。だが確実に再生力が。焦るな、わらわたちの目的は痛っ。サンダルフォン、来ておったのか。得意点たちも一緒だ。立ち往生する気はない。言われるまでもない。貴様は戻って連合の陣形を立て直せ。ケルグは俺が滅ぼす。君こそ戻って連合の指揮を取るんだ。なんだと？いきなり出てきて指図するつもりか。ただの適材適所だ。俺は約束を果たすために動いている。アバターの眷属か。あの悪夢のごとき化け物が残っていたとは。だがちょうどいい機会だ。戻ったか。以前よりも力がみなぎっているようだな、ルシフェル様。ふん、いいだろう、この場で見届けてやる。今の貴様が天使長足りえるかどうか。覚悟はいいか。天使長の力を味わうといい。天使の力、なめるな。福音をあれ。うせ。天使の力、オール。うせろ。汝に罰を与えよう。オール、オール。
ボールボール。チルゼロ。審判の時だ。チボール。天使の力。舐めるなよ。福音よあれ。行くぞ、パラダイスロスト。消えた。勝負あったな。あの光はサンダルフォンも合流できたのね。あ、おいバカ、力を緩めるな。俺様が落ちるだろう。ごめんなさい、久々に見た力に驚いちゃって。でもものすごい数の打点使ね。お互い様だ。世界が無になるのはこっちもごめんだぜ。武器は不滅を滅する力、戦場は四大天使に不利な定数。ベリアルは元天使長副官で私たちの弱点を完璧に掴んでいるのよ。でも私たちは彼のことがわからない。その言葉の何が嘘で何が本当なのかも。変態打天使にとっちゃルシファーの他はどうでもいいんだろう。ん？とするとラファエル、あの小島に微弱な気配があるわ。ラファエルだと？なんだってあいつがここに。うん、事情は分かったわ。問題は再生できないことだけど。そうでもない、推測だが、サリエルのカバは力不足、極めて遅いが再生は進んでいる。では俺も戻らねば。ちょっと待った、無理は禁物だぜ。四大天使は四大元素と一心同体。お前が不調のままだと。その点は気にするな。役割は自然に還元するつもりで。ルシフェル様のご意志よ。今回は私たちも何があるかわからない。覚悟は決まってる。わかった。ラファエルは俺様が抱えてやる。急いで連合と合流するぞ。サンダルフォンは相変わらず素直じゃねえよな。アバターの特性を有する打天使どもとサリエルとアズラエル、赤き地平に由来するのであろう不滅を滅する力が宿った黒、そしてパンデモニウムの冥道だ。奴らの行動は依然として不明点が多い。敵の思惑が未知数のままでは策を考えるのも難しいですね。最終的な目的は明白だがな、カナンに至る航路の途中でルシファーの幻影が言っていたはずだ。神に対する反抗、この世界を滅ぼすことだろう。うむ、あの時はアバターの武力を用いた破壊と制圧だと思っていたのだが。力ではない方法で世界を滅ぼす、どうにも消せないでありますね。やはりここは様子を伺ってみては。一旦冷静に敵を知るのであります。だがその間に次々と新たな戦力を投ずる可能性もあり得る。方法も目的も関係ない。さっさと頂きに行き奴らを滅ぼせばいい。では艦隊を集めて一点突破か。射程にいないエグリゴリが拡散するぞ。艦隊は必要ない、俺一人で行く。なんだって、先ほどの天使長の力で強行するつもりか。ああ、多少は使いこなせてきてね。
最短距離を飛び最大の力で。知れ者め、パンデモニウムの防壁に気づかぬのか。防壁だと？防壁の突破には火力がいる。天使長の力をいたずらに乱発する気か。未熟なる貴様では計算が立たぬ。奴らと対峙する前に尽きぬ保証はない。ご忠告どうも。だが試す価値はある。情報が少ない中で議論するよりは。故に議論を重ねるのだ。貴様は何を生き急いでおる。この事態は己一人の問題か。お二人とも忌憚のない意見交換は良いことですが、少々趣旨がずれてきているようです。話を戻しましょう。私としてはやはり打天使の情報を。おーい、みんな、ガブリエルたちの到着だぜ。お待たせ、ミカちゃん、サンちゃん。相変わらず仲がいいみたいね。ラファエルさんも一緒です。ひどい怪我を負ってるんですけど。サリエルの様子は？ウリエルが食い止めているのか。ああ、まだなんとか持ちこたえておるが。そのために戻ってきた。命に代えても追い風を吹かせよう。ラファエル。まあ大体の状況は分かったぜ。こっちは打天使の思惑が分かった。ルシファーの企てた計画なんだが。なるほど。ただの破壊では飽き足らず、世界の痕跡さえも消滅させる気か。どうしてそこまで。ルシファーのやつはどこまで神ってのを憎んでんだよ。存在証明。サンダルフォンさん。サンちゃんが最悪を行った理由ね。まあ今は動機を類推する意味はないわ。ああ、俺たちは急がねばならない。奴らは確実に時間を稼いでいる。目の前の敵をいくら倒そうとも、パンデモニウムを止めなければ打天使の目的は達成であります。だがシェロ殿、現在の戦力で敵の密集地を切り開き。正直艦隊の戦力不足は否めません。防衛戦に援軍を頼みますか。依然として時間の問題は残りますが。その方法もいいが、やはりここは俺が打って出る。聞いたことねえ爆音だぜ。まさか新しい打天使の仕業か。団長さん、様子を見に行ってみましょう。撃て！くそ、一筋縄ではいかんか。次で仕留めろ。撃て！奴らは飛行パターンを変えてくる。くれぐれも気を抜くなよ。あの艦隊は特殊な船と最新鋭の装備。すみません、お話をさせてもらえませんか。ん？あの小型艇は連合の使者か。総員低速前進。私は他戦力と作戦をすり合わせる。引き続き打天使を地獄に送り返せ。なるほどな。やっぱり妙な集団だけど助かったぜ。そうですね。作戦を引き受けてもらえるでしょうか。中間目標はパンデモニウムに上陸。最終目標は頂にいる打天使の殲滅か。連合の意向は分かった。だが防壁の突破は確約できんぞ。耐久力が読めない以上は目処も立たん。ありがとうございます。一切の責任は私が取りますので。責任か。失敗は世界の消滅を意味するのだがな。だとしてもあなたに損はさせません。では
作戦の詳細を聞こうか。団長、アズラエルって天使のことは心配するな。こっちでフォローに回っといてやるよ。頼むぜ。あの双子も思い詰めててよ。どっちも無事だといいんだけど。ルリア、皆のことを頼むぞ。以前にも言った通り、君ならできる。任せて。世界を無にするなんて絶対させない。カタリナたちも。ミカちゃん頑張ってね。念のためにこれも持って行って。何？貴様たち。あとはあなたの判断に任せるが、副官として天使長を支えてちょうだい。ああ、お互い生きて再び会おう。得意点、心の準備はできたか。この戦の重要な勝負どころになるだろう。さあ行こう。必ずパンデモニウムに上陸するぞ。さてミドルゲームだ。どうやって崩そうかな。ん？なんか戦場の雰囲気が変わってる。全体の式に芯が通った。考えられるのは得意点の合流だろ。その足を止めるために駒を放ったが、ハムシに混沌を与えても力不足だった。さすがは進化の鍵ってことさ。空の民の鍵穴にピタリとはまる。うん、おっと、この気配はサンディとガブちゃんもいるね。同窓会としてはかなりの出席率だ。さては週末計画がバレたか。多分俺たちが時間を稼いでるのも。貴様、なんだいバブさん、何のつもりって何の話。連中の攻め筋を読めばわかる。週末計画について知ったのは明白だ。ならば情報源はどこだ。貴様、実験上の証拠を破棄せぬまま。ああそれについては事情があってね。まあ不可抗力ってやつさ。力を使えばルシフェルたちに感知される。他の方法で破壊するにしても僻地の変化は注目される危険性が高い。つまらぬ奇弁だな。方法など貴様が思いつかぬはずもない。ん？何？実は俺って評価が高い？ただの実績に基づいた予測だ。まあ奇弁というか一番の理由が少々ナイーブでね。実は粛清の後、研究所は大半の施設が取り壊されて、彼がいた痕跡は実験場にのみ残った。俺にはできなかったよ。あの頃の思い出が残る唯一の場所を、たかが情報隠蔽のために破壊なんて。そうか、貴様は真実を語る舌を持たぬか。バブさんだって居心地よかったくせに。どの道週末の幕は開いた。今さら計画の司祭を掴んでも遅い。教会が崩壊する前に最後の一曲を終わらせるぞ。オーケー、俺とバブさんの最後の一曲だ。オラ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 。ルル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 ル。さすがだぜ。ララ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 。あの大釜をどうするか。なんといつもの再生前提の戦法はやめるか。だが守備重視なんかやったことねえぞ。あー、めんどくせえ。おりゃー、そのまま一点集中砲火だ。一秒の無駄も許されると思うなよ。ガブリエル殿、防壁の気配とやらに変化はあるか。その調子よ。確実に防壁の層を削り取っているわ。ぶっ放す箇所は決まったか。
俺様たちもいい塩梅に仕上がってるぜ。準備はできているわ。みんなで一斉に放ちましょう。面白い。2000年以上生きる俺様と500年を生きる青少獣の合体技か。合計2500年の力を見せてやるぜ。はあ？ちょっと意味わかんないんだけど。いいんだよ、意味なんか言い直すのもバカっぽいんだが。2510年ちょいの力を見せてやるぜ。というのをもらったんです。こっちはサンダルフォンさんに。白竜騎士団の副団長ベインさんが味にもこだわって作ったそうですよ。いただこう。こっちはミカエルさんに。ノイジュさんの使える方々が健康にいい食材を選んだみたいですね。感謝する。うんうん。副団長さんの思い、主君さんの思い、お二人にもきっと伝わると思います。では張り切って。お、何ですか。失礼。ただ随分と分かりやすい主張をする。そうだな。まあこやつに気を使わせるわらわたちが悪い。すみません、いろいろダメダメで。ミカエル、君が俺を認めない理由は分かっている。ただ後継者であるという一点で敬意と信頼など持てるはずもない。何より最悪の罪がある。そのせいでルシフェル様は。誤解するな。後継者の件はルシフェル様のご意志だ。故に依存はないが、貴様はあまりに周りが見えておらぬ。周りだと？食材、復讐、約束、貴様の瞳に映っているのは常に己自身。その心には人々も世界も映っておらぬ。ルシフェル様の心にはいつも何が映っていた？天使長の座と力を引き継いだ貴様にその心も教えるのが副官の責務でな。説教などする気はなかったが。おい、防壁突破の合図が届いたぞ。本当ですか？来たか。急ぎ上陸するぞ、得意で。道中の雑魚どもは我々が潰す。貴様たちはラカムのソーダを補助せよ。うん、任せない。イオちゃん、みんなどこにいるの？あ、ここだよ。ロゼッタ、カリオストロさんも隣にいるわ。くそ、危なかったぜ。ガブリエルが弾いてなきゃ直撃で完全に織田物だった。ごめんなさい、迂闊だったわ。消えていた気配が急激に膨らんで。問題ない、戦闘員もかすり傷だ。奴が天使長の力で沈めたはずの打天使か。アバターの影響が高まってるわ。滅びかけたことで何か反応があった。わからないわ。すでに誰にも予測がつかないのかも。闇の光が灯った。来るぞ。見て、見て、クランサイファーも来てるぜ。おい、防壁は破っといてやったぞ。ちゃんたちが見えますよ。ひとまず怪我はないみたいです。ミカエルのおかげだな。でもケルブのやつはまだ。破壊衝動が増幅する一方だ。得意で協力を頼む。俺は天使長の力を温存せねばならん。
奴を迅速に滅ぼすとともに防壁の穴をくぐって。世界のために、そしてみんなのために。ここが正念場だね。ここが正念場だね。大人教の力、ミセツ暴きの時だ。ここは私に任せていただきますわ。私が華麗に決めて差し上げます。審判など何も言いません。息を潜めて研ぎ澄ます。追い詰めるわ。僕は止まれない。はっはっ、行きます。遅いわ。逃げられないわよ。仕留めてね。もうおしまいですよ。世界を無にするなんて絶対にさせません。天使は渦潮の人間と協力を、堕天使は隔離世の力を用いた。お互い当初の目論みが移ろい、その力は奇妙に拮抗している。だが因果の必然の中で神ならざる者たちはつまずき、その鍵は二人の得意点、そして我が慈しみが握っている。我が主よ、あなたの望む未来は。ラカム、大変だ。動力機関が火を吹いてるぜ。心配すんな。天国の門を振り切った推進力なんだぜ。分かった。本が飛んでっちまったのも平気だよな。なんだと。どこだ、どこの穂が吹っ飛んだ。おいおい、やばいのかよ。見事な船と操舵技術だ。最悪でもカナンでも驚いたものだが、歴史上でも稀に見る才能かもしれぬ。お、落ち着いている場合か。防壁内は妙な力場が働いているんだぞ。くそったれ、こうなりゃ一か八か。団長、みんなを尾翼前に集めて伏せてろ。尾翼に？船の後ろに集めてどうするんですか？このままパンデモニウムの壁面に突っ込む。なんだと、君は正気なのか。心配すんな。天国の門は突っ切った選手なんだぜ。だが檻の中に罠がないとは言い切れん。なんだと。ラカム、貴様の策に乗ったぞ。先んじて壁面に通り道を作ってやろう。お、ありがとうよミカエルさん。建物全体を倒壊させないように頼むぜ。ミカエルまで乗り気かよ。無謀なやつを応援する癖でもあるのか。でもきっと平気です。さて、準備はいいかい。ぼう、毎度毎度無理させてすまねえが、ここが俺たちの正念場だ。突っ込め、グランサイファー。おかしいな、絶対ここだと思ったんだけど。あ、お菓子が落ちてるぞ。空の民がこしらえたおはぎだ。嘘、
ったわね。うん、賛成。でもアズは素直すぎるのよね。さすがにちょっと心配になる。だいたい道に落ちてるおはぎってどうなの？平気だよ。砂パッパでいつもの味と一緒だもん。はあ、おはぎの話すると心がおはぎになるね。なりたいおはぎ？僕は粒あんになりたい気がするな。私はくるみ。見た目もなんだかおしゃれだわ。はあ、二人ともなんで普通に答えてるの？あんまりアズを甘やかさないでよね。司教の任務って二人一組が基本でしょ。道中の会話でうちはいつも疲労困憊よ。そっか、いつもごめんね、イス。でもアズはイスと一緒で楽しいよ。別につまんないとは言ってないでしょ。本当？わーいわーい。結局イスも甘やかしてる。うんうん。でも最近は任務も慎重に進めないとね。前にミカエル様が言ってたの。各地で青少女が反乱を起こしてるって。あ、うちらもさっき聞いたよ。次の任務地では特に注意が必要みたい。だからうちらも真面目に死後厳禁で頑張るんだよね。はいはーい。ねえねえ、お弁当は何にする？お菓子は一人三個までいい？この調子は絶対に喋るな。約束を破ったらお菓子没収だからね。かーん。なんで二人まで？どこかにいるのか。危なかった。あの黒い双剣がまとわせた赤き地平に由来する。赤き地平、あ、つまり。わからないけど、母ちゃん、ここは時間が経てば。待って。嘘、母ちゃん。うっす、ラグナ。今の奇襲をかわせるのかよ。二人とも。翔くんは。おかげさまでな。ありがとう。助け。そうか。実は。威嚇にも反応するぞ、カリオストロ。さっき言ってた結界はできるか。はあ？実験場の技をいきなりかませってのか。面白え。甲板の中央に誘い込め。結界？実験場の技。まあ俺様たちに任せろ。ちょいと加減すりゃ。またアズの様子。どうなってやがる。アズ、アズ、うちの言葉、周りを見て。ここは空、黒き怪物の中で怖がらないで。苦痛も恐怖もない。ずっと会いたがってた。アズ！消えた。わからねえ。だが消え。黒き怪物の中か。アバターに取り込まれた数千年にわたる苦痛と恐怖だ。苦痛、恐怖、不幸な偶然で、任務の途中で。おい、急ごう、マーちゃん。そうね、ハーちゃん。おい、おいげん。そこにいるのはサリー？副官。失礼、所長補佐官。研究所で見るなんて何もない。何もないけど呼ばれてきたんだ。だが見たところ体の 50% が再生直後だ。大方稼働検査で呼ばれたんだろ。検査。そうか、検査は嫌だな。頻度を減らすように言っておこう。研究所の管理体制は画一的すぎる。だが俺は本当に心配だよ。ここ最近の君の活躍は聞いてる。
閣僚の大軍を追い払ったんだろう。ただ葬った。殲滅対象についてはわからない。人間社会で言えば勲章者だぜ。君は他の獣が稼働不能になる中、体の 50% を失っても戦い続けた。もっと遡ると古代兵器を操る一族も月の連中のちょっかいも交代させた。さすが啓示を司る天使、戦闘能力は四大天使と同等以上だろう。ただ葬った。比較対象についてはわからない。敵にも味方にも興味がないのか。戦場では何も。では今は何を。今は見たいもの。芸術鑑賞の趣味があったのか。ふん、 OK。 検査は今度でいい。担当の者には俺が伝えておこう。本当。ああ、あと実は俺も今日はオフでね。構わない。目的地は居住区の公園だ。はあ、アリの巣。アリの巣。お、行列だ。巣穴に食料。うん、せっせこせっせこ、けなげだね。そうする。おっと、まんま置いても。なるほど。さて、何時間が経った。趣味。趣味かどうかはわからん。今日リミット。第三世代以降の天使には知性に制限がかかる。ルシフェルの性能にビビった最高評議会の意向で決まった。母さんが適当だから個体によって程度の差が出ちゃったんだ。あ、これ一応機密情報だぜ。そう、道理で僕は会話が必要なかったのに。ずいぶんと自虐的だな。僕はアリになりたい。戦場で考えるのが嫌なんだ。まさか君は誰かを傷つけることが苦痛なのか。驚いた。でも納得できる気がするよ。敵にも味方にも無関心を貫き、役割に反発心を持たないようにする。役割と性格の乖離、ファーさんは興味あるかな。ファーさん。なあサリー、打天使に転属する気はないか。実は君の力が必要でね。任務は君の性格を考慮する。君は兵隊アリじゃない。意に沿わぬ殺戮をする必要はないんだ。殺戮の必要が。参ったぜ。ほとんど無傷かよ。だがここまで抑えりゃ、あとはサンダルたちに任せんのも悪かねえ。悪かねえんだが。できるわけがねえ。俺が怠慢勝負を降りると思ったか。怠慢。うわ。ここまでか。嘘だろ。だがてめえの羽はちぎっといた。さっさと殺せ。そん。させないであり。あ、むむ、霧もみ落下山は失敗であります。団長殿はすごい。バカ、なんで来た。人間がサリエルに太刀打ちできるかよ。我が槍、かわせるものならかわしてみせるがいい。力と力では、ウリエル殿のおっしゃる通り。だが技を織りなせば対抗できるはずです。コウキ全面。お二人とも今です。アイトフリューゲル、ロードオブブリッツ。これや、みんなまだ終わっていないぞ。お待ちを。逃走か。だな。では第三者の思惑でありますか。嫌な予感だぜ。驚い。貴様こそ粛清で滅びたと思っていた。まあ実際ヤバかったよ。
傷の再生にもかなりの時間が。で、生きながらえて何をしている？空のためにすり寄って計画を諦めたのか。まさか、と言いたいところだが、正直言って停滞中だ。ルシフェルが一度も隙を見せない。数千年の間ただの一度もね。ルシフェル、奴自身が遺産を封ずる鍵となり、パンデモニウムの結界を守るとはな。だが、コーチとは思えぬざまだ。降りるなら、計画の全要素を世に渡せ。ベリアル、言われた通りワイン買ってきたわよ。ありがとう。お使いなんかさせて悪かったね。全然。お友達が急に来て驚いちゃったけどね。でも不思議、なんで泊まってる部屋が分かったの？俺たちは同類の気配を感知できるんだ。バブさんは少々毛色が変わってるけど。同類？おい、別に隠す意味もない。とりあえず再会の杯と行こうか。ん？ワイングラスが三脚ある。あ、私も一緒にいいかな。昨日の今日で彼女面する女は最高だ。気が利いてるよ。俺たちにぴったりの数だ。本当に？よかった。ちょっと不安だったの。ではファーさんとバブさんと俺、打天使の中核メンバーの再会に乾杯だ。打天使。ルシファーの首は回収済みか。だが、なぜルシフェルにこだわる？ファーさんに世界が終わる光景を見せる。より完全に近い形で復元するには、ルシフェルの体が必要なんだよ。わからぬ獣だ。計画よりルシファーが言うならば、ルシフェルは世が始末する。貴様は因果のキロタル得意点を探せ。バブさんがルシフェルを？粛清の時は歯が立たなかった。所詮は奴も摂理の輪にいるもの。ふーん、オーケー。計画再始動だ。いたずらに刺激する。わかってる。ピンか。お互い動かせる駒も。戦術の展開は終わった。あとはつまらぬ消耗戦となるだろう。つまりドロー。ミスを誘って揺さぶる醍醐味もある。この膠着状態で世を揺さぶる。基盤の隅で沈黙する王でも動かすのか。おっと、随分でかい物が突っ込んできた。来たか。得意点取る。教会の崩壊まで行くばくもない。まあ待てよ。激動の時代に現る因果の岐路、奴らは世が直々にしま。待てよ。はあ、結局最後の最後まで内緒だったか。残念だ。とても残念だよ、バブさん。本当は隙を見て一人で神の塔に登る気なんだろう。貴様、打天使よ、我が僧術、その目に。させん。空と大地を隔てる強、その習性も打天使の策のうちか。檻を要塞化するために利用されておる。ラカムさんは大丈夫でしょうか。たった一人で船に残ってるので。まだ問題はないはずだ。俺たちの陽動が効いている。あと彼も一流の気空師なんだろ。大抵の壁は自分で突っ込んで壊すだ。さっきのことを根に持ったら盛り物酔いってやつか。おかげで胃が空になって動きやすい。非常食はまだありますよ。旅を続けて慣れるまでの我慢ですね。
慣れるまで。まあいい、さっさと階段を上っていただきに。アズラエル、構えろ。得意点、飛行の後には見えない。受肉というより召喚の類か。なんてこった、あいつがここにいるっていうのは。ハーマーはどうなったんだよ。そんな、何が起こったってんだ。うろたえるな。いかに俊敏であろうとも、屋内では動線の選択肢が限られる。でもミカエルさん、アズさんはお二人の友達で。分かっておる。司教はわらわが直接指揮を取っていた。皆いつも真摯に任務に取り組んで、貴様たちがアズラエルを傷つけず天使の事情を汲んだことも感謝に耐えぬ。とんでもないです。友達の友達は友達ですので。ありがとう。はぁ、剣を。サンダルフォン、ここはわらわが対処する。得意点たちと頂きに向かえ。上官の責務か。半ば至上だ。他の誰にも打たせてなるものか。分かった、サンダルフォンさん。くそ、でも行こう。あとはミカ。フン、アズラエル、伝わるかどうか分からぬが、貴様たちには詫びる言葉もない。まだ死んでやるわけにはいかぬが、貴様、何を躊躇する。自己満足に過ぎぬが、その傷とともにわらわは余生を生きよう。神の塔、観測できる機械は稀であり、創世神話にたびたび記載があるエテメン暗記と特徴が一致。つまりそれはいわゆる創世期に発生。用途は創世神に関わると推測できる。問題はエテメン暗記が摂理と混沌を兼ね備えた第三の性質で干渉不可能であること。混沌の侵食さえも遮る可能性があり、全て無に帰す終末の障害となる。まあ逆に言えば、エテメン暗記に引きこもってれば消滅せずに生き残ることができるわけだ。貴様その様子だと本当に実在するんだな。おとぎ話みたいで半信半疑だったけど。ルシファーか。なぜ奴がエテメン暗記を知っている。あの建造物は潜在的な利用価値ゆえに。さあね、ばあさんは夢で見たって言ってたぜ。前世で創世記に生きてたんだろ。ふざけるな。カッカするなよ。だが最高評議会はどこまで掴んでた。エテメン暗記は干渉不可能だが、内側にある空間は脆いという情報。内側の空間、なんだここまでか。まあ正確な強度は不明でね、そのためのアバターだった。だが本当に残念だよ、バブさんはエテメン暗記の存在を、計画の瑕疵を知ってて黙ってたわ。大方途中で俺たちの足元を救い、自分の目的を叶える気だったんだろう。釈明の猶予はいまさかエテメン暗記を餌にこの時まで世を泳がせ踊らせるとはな。ファーさんはね、俺はまあ成り行き次第だった。笑わせる。創世神ごとき消滅させて本当に満足か。その無意味な計画は世が使ってやる。そして善を束ね絶対者として、ありとあらゆる力を、ありとあらゆる世界を掌握するために。偏ってるね。別に君の思想を否定する気はないぜ。ただ俺たちの目的は世界の完全消滅。誰も生き残らせるわけにはいかん。所詮はハムシか。貴様獣の割には使えたのだがな。あんたとは友達になれると思ったんだけどね。死ぬ。
まーちゃん、傷を見せて急いで手当てする。ううん、平気。ごめんなさい、ミカエル様。構わぬ、わらわも。アズ、わかったんだ。君たちがずっと苦痛の中にいたこと。何千年も、時間なんて無意味なほど。なのに、僕たちは、君たちが行方不明だって聞いたのに、探そうとも、疑おうとも思わなかった。何にも思わなかったんだ。友達がひどい目に遭ってるのに、何も。二人のせいではない。司教の者には能力制限がかかっておる。トガはわらわにあるのだ。今日まで何も対応できなかったわら。制限なんて関係ないよ。ミカエル様、私たちも違和感の自覚はあったんです。でも私たちは何も問わなかった。ごめんなさい、二人とも。アズラエル。ミカエル、ハーとマーもいるね。この言葉は、イズ。みんなの気配がする。うちには見えないけど、ごめんね。みんなにいろいろ迷惑を。いいんだ、君たち。うん、二人にまた会えて嬉しいわ。うん、もっとみんなと一緒にいたいよ。でもうちがいる間に行かないと。なんだと。アズ、聞こえてる？疲れたでしょ。ずっと暗闇に溺れて、何もかも敵に見えて、このままだとみんなを傷つける。世界がひどいことになっちゃう。そうなる前に一緒に眠ろう。眠る？その双剣を胸に最後の力を振り絞って。ダメ、そんなのは絶対。ありがとう、おやすみなさい。バカ者。嘘だ、こんなの。いやちょっとアズ、任務の出発時間なのに遅刻だよ。ごめんなさい。でもどこに行ってたの？朝には部屋にいなかったわよね。あと服の袖に何かついてるよ、この。うん、実は空の民に習っておはぎ作ってたの。はい、みんなの分。うわ、素敵。とっても美味しそうだわ。ありがとう、すごい立派にできてるね。もう、でもなんでわざわざおはぎを？青少女のみんなにもあげるんだ。おはぎに夢中で反乱なんてやめるもん。ねえねえ、約束、任務の後またみんなで遊ぼうね。今の一発は強烈だった。だが俺ばかりよがっては不公平だ。見てみたいね、あんたのトロトロの表情。愚か。ほう、お気に召さなかったか。つまらぬ、所詮は貴様。道化は踊ってみせろ。痩せ我慢はやめろ。バレたか。確かに立っているのも限界だ。俺も随分と溜まっててね。一緒に行こうぜ。アナゲンネーシス。チェックメイト、絶
調させてやる。ケイオスのだが、いつの間にすり替わってしょうか。だが、選ばせてやる。世の槍に貫かれるか。どう。サリー、何を突っ立ってるんだい。帰還の挨拶を。救えぬ獣。いつだったか。だが獣には自我がある。望まぬ偽の王の目を覚ま。サリー。おかえり。ただいま。思い出せない記憶の修復と。ああ、ここまで読んでたのか。そのために召喚を。チェックメイトだ。グランサイファー、きっと治りますよね。はい、着いたぜ。ああ、だが何か様子が。なんだか気配も。奴らの策略の一環か。おい、サンダルフォー。まさかこの急速に膨らむ気配は。誰だかわかるんですか。どんどんしぼむ気配もありますけど。俺にはわかる。来い、得意点だし。残念。俺を取ってもゲームは終わらない。王はちゃんと生きてるんだぜ。レシポこの体はルシフェルのものか。貴様、まさかここで覚醒するとは。ずっと半覚醒状態ではあった。いわば意識と無意識の狭間だ。お前もじきにわかる。おはよう、ファーザー。だ、普通に起こせ。うるさすぎて。あ、普通だと起きなかったんだよ。その結果お前も重症か。なあ、うるさい。なんだ、蹴った。なぜまだ世界がある。今ちょうど実行中だ。そういえば時間の感覚は。あの後だいたい2000年が経ってる。2000年。計画の進捗と合わせ。 OK。 だがその前にちょっと失礼。繋いだ体の具合を見せて。さっさと話せ。誤算だった。だがまだ終わらぬ。ここは退き。最高の頭脳と最強の体。やっぱりダメだ、大量。ルシフェルは、どのみち終末をなせば君の友も何もか。くだらん。お前は感知できていないの。同質。パラダイスロス。サンディ、お前は。ルシファー、貴様はルシフェル様の体を。何か問題でも。偽造物の。あ、変態だ天使。相変わらずいい罵倒だ。
この傷はバブさんとちょっとあってね。だが腹を割って本音でいつか本当の友達になる。あなた青の少女と赤き竜か。さてな神々の何をのんきに喋っている。今ここで殲滅する。いきり立ってるね。くだらん。ベリアル、オーケー、俺も後で合流する。お前も大概に待て。ルシファーの野郎、神の塔、急いで追いかけな。思ったより積極的だね。なめるな。もちろん。え、そりゃ困ったな。ざれ事で時間を稼ぐ少年の面影か。させない。サリエル、サンダルフォン、正気に戻ったんだよ。ありがとう。状況が分かっていないのか。あんたは奴らの実、そもそも堕天使の実態は。いいんだ、もともと聖少女は。でも彼は僕を道具として。だから。でも当時の話は分かりませんが、とてもひどい目にあったんですよ。獣の価値観は君たちとは異なる。いいだろう、俺には約束がある。この気配を。補佐官、サンダルフォンは僕が盾になっている。オーケー。何も心配はいらない。うっ、何。おいす、ご苦労様。だが2枚か、少ないな。さ、お前何やって。そっか。ケイオスマターの傷の再生にはまあ興味もあった。虚無の破壊症。ありがとう君は。ではよいしょ。サリエルさん。ルリア、あいつの様子が変だ。待て。この感覚が破壊衝動か。さすがファーさんの作った作品。サンディ、得意で。来るぞ。さて、何から試そうか。風の輝き、届けます。炎の叫び、歌います。水の光、送ります。父の温もり、伝えます。天使の力、舐めるな。福音よあれ。資源の竜、闇の炎の汝の名は、アコメント。うせん。貴様の野望は俺が砕く。オールオール。これがキョンの力か。オール、うせろ。何時に罰を与えよう。まだ。なんてこと。ほう、バブさんの復帰はいろいろ面倒もあったが、君たちもそう。得意で。また穴げんねえ。サンダルフォン。おっと、ま、君の役割は一時的な。ルシフェルのもとに。ダメ。ではさえ。サンダルフォン。間に合ったか。ミカちゃん、思ったより仲がいいみたいだ。仲はさ、死んでも許せぬ。助かりたいぜ。気にするな。
たかが怪我などあすまん、うん、手当てが先だサンダルフォン羽、ね、だが気をつけろ今の貴様に収まるさーて、はい、サンダルフォン力不足はだが貴様の俺自身の得意だ俺はほうこの四大天使がサンディに委ねたかだが今終わらせてやる天使と堕天使の因縁をそして俺と貴様の因縁をアジにさせてもらおうかサンディ天使の力なめるなよ福音をあれ滅べ貴様の野望は俺きや激しく先生君のトロトロの顔を見せてもらおう極彩バネの力を今何時に罰を与えよう滅ぶ落ちる全ての最悪に終止符アインソフルオールルシフェルの元に送ってやるよ。落ちる。貴様の野望は俺。滅ぶ。しまえ。随分と力技で攻めるね荒っぽいのが趣味なのかだが少々感心するよ天使長の力と四大天使の力をその身に収め安定させるとサブアール。おお。おいおい本当にガツガツくる思春期かよの強靭なる意志力だサンダルフォンの身に定着できて得意点後期だわらわたちも打って出るぞ、うん、ミカちゃんたちも動いたかだが少々期待外れだな君は不安定であってこ打天使この一戦で全て終わらせてやるなあサンディおいそんなサンダルフォン場所はカナンの広場だバブさんだが疑問に思わなかったか彼には己の戦えなかったのさそこに天使のゆりかごがあったゆりかご最悪そもそも彼に隙ができたのも君の最悪の後始末だ天使に復讐彼が死俺が素直だね変態だひどい立てああ俺には約束がある誰に何と言われようとルシフェル様の約束を果たすはあ、優先順位を誤った先に君を排除するのが適切だったか得意点人間が天使の問題に首を突っ込むなこいつが迎えてくるぞさせない
球団の連中が。ルイア、怪我はないか？他の団員たちも一緒に加勢。油断するなよ、団長たち。弾幕が。オンに切る。一旦君らに頼らせてもらうぞ。カナンの発揮男め。うちの気球団には子供も大勢いるの。悪いけど、あなたには引いてもらうわね。はあ、一気に笑うだがこれだ。四大天使の抵抗も、バブさんの配信も、サンディのポテンシャルも、全て想定内。イレギュラーだったのは得意点。来るぞ、みんな。得意点。これ以上、貴様の好きにはさせん。世界は終わるんだ。今だ、ヒアリ。さあ、行こう。大人調の力、ミセツアドキの時だ。私が華麗に決めて差し上げます。審判と何も言いま、ここは私に任せていただきますわ。息を詰めて、研ぎ澄ます。追い詰めるわ。この手で切り切ら、行きます。はっはっ、遅いよ。いいえ、たぎってきた。もだえる姿を見せてくれ。これでもう大丈夫。たたっふっ、残念残念残念。見えた。しない。ファイトニングストーム。ヒュース。おめでとう。ここはもう大丈夫だね。次の場所に。決着はついた。聞かせてもらおう。パンデモニウムを止める方法を教えると思うか。この後に及んで。お前ってやつ。お願いです。冗談だよ。何度冗談。ちょうどいい具合の銃だ。おい、ミカエル。ご託は聞き飽きた。誰かサリエルの大釜を。こミカちゃん、コーチと語るした。睨むなよ。だが君たちは分かってない。またつまらん。特に君には有用だよ。原則不滅の獣は、天使は役割という概念で。そんなの昔普通で、で最悪の邪神と忌み嫌われるサンディも。だが100年後は、理解者たちは消えていき、世界を守ってもそのループを終わ。決めつけないでちょうだい。人間はルシフェルに何か報いたか？口を慎め。貴様こそ終わらせてやる。魂の行き先で天使たちに詫びるといい。なんだ？混沌の侵食が始まったのかもね。さて。待て！その満身創痍でまだ逃亡。いい加減諦めろよ。その通り。青い空。なぜ君たちはそれにこだわる。ことあり、因果、物理法則、全て神々の都合の結果に過ぎ。空の子は青でなければならない理由なんてない。では良い瞬間。ふざけるな、貴様に実施など。本当に